ヤーコフ・アグラーノフ、ヤーコフ・サウロビッチ・アグラーノフは、ソビート連邦の政治家、チェキスト、一党国家法案委員。ユダヤ人で、本名はヤンケリ・シェベリ・シュマイフ。ソ連ゾンが本生とされることもある。モギリョフ県、ロガンチェフ郡チェチェルスク村の食料品店のオーナーの家庭に生まれる。1911年、4年生の私立学校を卒業し、 おき、母規森林管理部の事務員として働いた。1912年、SL に入党し、1914年に、ゴメリ委員会委員となったが、警察に逮捕され、エニ政権に追放された。追放先で、ヨシフ・スターリン、レフ・カーメネフ等、ボリシェビキの指導者と知り合った。2月革命後、ロシア社会民主労働党、ポレス州委員会初期となる。10月革命後、 マーリ人民委員会議書記、1919年、ロシアソビエト連邦社会主義共和国人民委員会議書記局職員となった。1919年5月からジェイカー特別全権、代表を兼任する。1920年、米ジェイカー特別下局副局長となり、西部戦線とクローンシュタットに出向いた。1921年1月から第16、特殊作戦班長、 同年4月から、秘密作戦局長、付属重要事件担当特別全権代表、GPU 秘密作戦局付属反素分子、インテリゲンチや行政追放特別局長となる。1923年、大イペイウ秘密課副課長。1929年10月から、秘密課長。1930年5月、大イペイウ秘密作戦局長補佐。この頃、 ウラジーミル・マヤコフスキー等、著名な作家や芸術家とも親交があった。マヤコフスキーに関しては、彼の死後に、自身の愛人でもあった、リー・リアブリークが復権を要望する、直訴状を書くのを援助し、この直訴状をスターリンが認めて1935年12月に、我がソビエト時代の、最も優れた、最も才能ある詩人として商用する、裁定が下された。 王ゲーペイウー指導部内の紛争後、1931年7月に王ゲーペイウー参事会に入り、同年9月から王ゲーペイウー、モスクワ修繕権代表に任命された。1931年から1932年、モスクワ軍管区特別課長を兼任。1933年2月から王ゲーペイウー、副長官。1934年から1937年、 1> 第1副内務人未人となり、1936年からは、NKVD 国家保安総局長を兼任する。第17回全連邦共産党中央、関西委員会委員、第7期ソ連中央執行委員会委員。1934年12月、NKVD レニングラード州局長、フィリップ・メドベージが、セルゲイ・キーロフ暗殺の責任を問われて更迭された、あと、 同州局長を4日間代行する。1937年4月から副内務、人民委員権、NKVD 国家保安総局第4課長。1937年5月から NKVD サラトフ局長に就任。アグラーノフは、サラトフからスターリンに手紙を送り、ナデジダクルプスカヤとゲオルギー・マレンコフの逮捕を提案した。一方、現地指導部の粛清のために、 サラトフに派遣されていたマレンコフは逆にアグラーノフの逮捕をスターリンに提案した。スターリンはマレンコフの提案を採用した。1937年7月20日にトロツキストとして逮捕されたアグラーノフはスターリンが署名した1938年7月26日付の処刑者リストに基づくソ連最高裁判所軍事部会の判決により 1938年8月1日に、モスクワ郊外のコムナルカ射撃場で銃殺された。妻、バレンティナも同年8月26日に銃殺されている。1955年、軍事検察総長は大粛清の加担者として、娘によるアグラーノフの名誉回復請求を却下した。その後も親族による名誉回復請求が続けられたが、2001年。 2013年にも請求は却下された。同じく処刑された妻は1957年に名誉回復されている。赤旗勲章2個、チェーカー GPU 名誉職員希章2個を受賞。ありがとうございます。